この項目では、科学におけるロマン主義について解説する。ロマン主義はまた、生殺の時代としても知られ、おおむね1800から1840年代に18世紀末の、啓蒙思想への反動として、西ヨーロッパに起こった知的運動を指す。ロマン主義は、芸術、音楽、詩、演劇、絵画、散文、神学、哲学など幅広い分野にまたがったが、 また19世紀の科学にも大きな影響を及ぼした。ヨーロッパの科学者たちは、啓蒙主義に見られたような機械論的自然観や、ニュートン式の物理モデルに幻滅して、自然を観察することこそが自己を理解することであり、自然が与えるであろう答えを無理やり得るべきではない、という信念を持つようになった。彼らは、啓蒙思想は、諸科学の乱用を助長すると警告し、 また彼らから見て人類だけでなく自然にとってもより有益になる科学的知識を増大させるような新しい方法を推進しようとしたのである。ロマン主義は様々な主題を提示した反還元主義であり認識論的楽観主義を支持し創造性、経験、天才を後押しした。またロマン主義は科学的発見における科学者の役割を 自然の知識を獲得することは人間を理解することをも意味するという形で強調した。ゆえに、ロマン主義の科学者たちは自然に対する深い敬意を持っていた。1840年前後に、新しい運動である、実証主義が知識人の理想に根を下ろし始めると、ロマン主義は体調を迎えた。啓蒙思想に幻滅し、科学に対する、 新しいアプローチを好んだ知識人たちと同様に人々はロマン主義への興味も失いより厳密な過程を用いて科学を研究することを望むようになったのである。実証主義の時代は1880年頃まで続いた。ウィリアム・ブレイクがニュートン18世紀後半のフランスでは啓蒙思想が支配的であったため、 科学におけるロマン主義的な思考の運動は19世紀前半のイギリスと特にドイツにおいて繁栄を見た。両者は共に自然と人間の知的能力の研究を通じ人間の知識の限界を認識することで個人的及び文化的な自己理解を増大させようとした。しかしながら、啓蒙思想により促進された教場に対し多くの知識人の剣をが募った結果として、 ロマン主義運動が生じた。啓蒙思想家たちが、演疫的な推論を通じた理性的な思考と、自然哲学の数学化を強調したことは、科学へのあまりに冷たく、また自然と平和的に共存するよりも、むしろ自然を支配しようと試みるアプローチを作り出したと一部の者には受け止められたのである。啓蒙思想のフィロソフたちによれば、完全な知識に至るには、 二二の主題に関する情報を解体し知識をサブカテゴリのサブカテゴリへと分割することが必要であり、これは還元主義として知られる。クラウディオス・プトレマイオス、ニコラウス・コペルニクス、ヨハネス・ケプラー、ガリレオ・ガリレイといった個人の知識をもとに、さらに推し進めるために、それが必要だと考えられたのである。 人間の知的能力ただそれのみで自然のあらゆる側面を理解するのに十分であると広く信じられていた。啓蒙主義の結出した学者にはアイザック・ニュートン、ルネデカルト、アンドレアス・ベサリウスらがいる。ルーカス・クラナッハがエデンのそのロマン主義には4つの基本原則があった黄金時代における人間と自然との現象の調和。 それに続く人間の自然からの分離と人間の能力の断片化。人間の精神的な言葉による宇宙の歴史の解釈可能性。それから自然の干渉を通じての救済の可能性である。ここで言及されている黄金時代は太宰以前のエデンの園の時代であり、そこでは人間は自然と完全に一体であったと考えられていた。太宰の後、人間は 自然から切り離され、ゆえに、ロマン主義の思想家たちは、人間と自然を再結合させ、本来の自然な、状態を取り戻そうとした。敬意を持って、自然を研究することにより、人間はその世界と、人間自身を理解し、自然の完全さと人間を含むすべての種との調和の、典型である楽園へと帰る望みを持つことができると、され。 これが彼らにとっての救済であった。これが彼らにとっての救済であった。ロマン主義者たちはまた多彩を、啓蒙主義的思考の特徴であった、分析、判断的なアプローチの極みに返してもいた。ロマン主義者たちにとって、科学は、自然と人間の間に、いかなる分離ももたらしてはならなかった。ロマン主義者たちは、 自然とその現象を理解する人間に本来備わった能力を信じており、この点では啓蒙されたフィロソフたちと同様であったが、ロマン主義者たちは知識への悪なき渇望のために情報をバラバラにすることを好まず、また自然の操作であるとみなしたものには賛同しなかった。ロマン主義者たちは啓蒙思想を 自然から知識を強奪しようとする冷酷な試みであり、人間を自然の調和した一部ではなく、自然より上のものとしようとするものだと見ていた。ロマン主義者は、それとは逆に偉大な楽器として自然で即興演奏をしようと望んだ。自然哲学は事実の観察と注意深い実験に注力し、これは自然を制御しようとしすぎるとみなされた。 啓蒙思想に必死ずっと干渉しない科学理解のアプローチであった。ロマン主義者によれば、自然科学は、機械的なメタファーを知りけ有機的なそれを支持する、ものであった。言い換えれば、ロマン主義者たちは世界を単に機能するだけの物体では、なく、感情を持つ、生きた存在からなるものであるという見方を選んだので、ある。結出したロマン主義の思想家であった、ハンフリー・デイビーは、 自然の理解が、賞賛、愛、崇拝、個人的な反応の姿勢を必要とするといった。自然を間に認め敬意を払う者のみが、知識に到達できると考えたのである。自己理解は、ロマン主義の重要な側面であった。人間が自然を理解し制御できると示そうとするよりも、自身を自然と結びつけ、自然を、 調和的な共存を通じて理解することを感情的に求めようとしていた。この時期に発達した数多くの科学分野をカテゴライズするにあたり、ロマン主義者たちは様々な現象の説明はベラ講座に基づいたものでなければならぬと考えており、これは基地の原因が他でも同様の結果を生み出すであろうことを意味した。このような点において、ロマン主義は極めて反。 還元主義的であった、無機的な諸科学は、ヒエラルキーの頂点ではなく底辺であり、生命科学がその上となり、心理学はさらに上と位置づけられた。このヒエラルキーは科学のロマン主義的な理想を反映したもので、有機体全体は、無機的な物質よりも上位であり、人間精神の複雑性はさらに上位とされた。というのも、人間の知性は、 神聖なものでありその周りの自然を理解しそれと再結合するために必要なものであったからである。ロマン主義により培われた自然研究の分野には次のようなものがある。フリードリヒ・シェリングのナトゥール・フィロソフィー、宇宙論と宇宙起源論、地球とその生物の生成史、新しい学問である生物学、意識と無意識、正常と異常の心理状態の探求。 自然の隠された力を乱す。実験的分野すなわち、電気、磁気、ガルバーニ電流その他の生体の力、人相学、骨相学、気象学、哲学的解剖学、他。フリードリー・ヒシェリングは、著書、ナトゥル・フィロソフィーにおいて、人間と自然との再結合の必要性に関する主張を説いた。このドイツ語の作品が、 ロマン主義的な科学の概念と自然哲学の展望を定義した最初のものであった。シェリングは自然を自由への道の歴史と呼び人間精神の自然との再結合を呼びかけた。1801年に生物学という新しい科学を初めてビアライトグレーと名付けたのはジャンバティスト・ラマルクであり、これは機械哲学の衰退という長い過程の終わりに生まれた。 独立した科学分野であり、生きた自然現象は物理法則の光によって理解され得るものではなく、アドホックな説明を必要とするものであるという意識を広めるものである。機械哲学は生命を機械の部品のように動作し相互作用する部品からなるシステムとして説明しようとした。ラマルクは生命科学は 物理科学から分離しなければならないと言明し、物理学の概念、法則、原理とは異なった研究分野を創造しようと努力した。機械論を拒絶しながらも、自然の中で実際に発生する物質的な現象の研究を完全には放棄しないことによって、ラマルクは、生物は物体に支配されたものに還元することのできない特有の性質を持っており、 生きた自然は、運アンサンブル D、オブジェイメタファイジリクスであったと指摘することができた。ラマルクは、生物学を発見したのではなく、それまでの仕事を結びつけ、新しい科学へと体系化したのであった。ゲーテの色彩関ヨハンボルフガング本ゲーテによる、工学の実験は、ゲーテの観察のロマン主義的な理想を直接に反映したものであり、 ニュートンによる光学に関する仕事を無視したものであった。ゲーテは色彩が外的な物理的現象ではなく人間の内的な現象であると考えた。ニュートンは白い光が他の色の混合したものであると結論づけたが、ゲーテはこの主張を観測的実験によって誤りであると証明したのだと考えていた。ゲーテは分析的に記述する数式ではなく、 人間が色彩を見る能力、洞察の先行を通じて知識を獲得する人間の能力に重点を置いていたのである。アレクサンダー・アフォン・フンボルトは実地的なデータ収集と自然を理解するために自然科学者が経験と定量化を用いることの必要性の断固とした衝動者であった。フンボルトは自然の調和を見出そうと努め、その著書、自然の諸層と コスモスでは、自然科学を宗教的な文体で記述することにより、自然界の神秘的性質を賛美した。フンボルトは科学と美が互いに補い合るものだと考えていた。アシュトン・ニコルズは、アメリカの博物学者、ウィリアム・バートラムとイギリスの自然科学者、チャールズ・ダーウィンの仕事に焦点を当て18から19世紀の、英語圏における科学と死とのつながりを調査している。 バートラムの南北キャロライナ、ジョージア、東西フロリダの旅は、アメリカ合衆国南部の動植物と風景をそれ、自身が模写として役立つ、立動的で活力ある筆致でーガウィリアム・ワーズ・ワース、サミュエル・テイラー・コール・リッジ、ウィリアム・ブレイクといった、当時のロマン主義詩人たちのインスピレーションの源となった。 種の起源を含むダーウィンの仕事は自然を創造的な着想源として用いることが一般的であったロマン主義の時代に一つの区切りをつけ芸術における現実主義とアナロジーの仕様の勃興へと道をつけたエバリスト・ガロア20歳で血統士ニールス・アーベル26歳で溶接アミル・アレクサンダーは数学の性質が19世紀に 現実世界の問題を解決するのに用いられる直感的、階層的、呪述的な実践から応用よりも論理性、厳密性、内部的整合性が鍵となる理論的なものへと変化したと論じている。ヒュークリッド幾何学や統計学、軍論、集合論、記号論理学などといった予期せぬ新しい諸分野が出現した。学問分野の変化に伴い、 携わる人間の性質も変化し、芸術、文学、音楽の領域で見られるような悲劇的なロマン主義の天才というイメージが、エヴァリスト、ガロア、ニールス・スアーベル、ボーヤ・ヤーノシュといった数学者にも当てはめられた。最も偉大なロマン主義数学者は、カール・フリードリ・ヒガウスであり、数学の様々な分野に大きな貢献をした。ダンクリス・テンセンは、 ハンス・クリスティアン・エルステッドの仕事がロマン主義に基づいていたことを示している。エルステッドによる1820年の電磁気の発見は数学に基づいた啓蒙主義のニュートン物理学に対抗するものであった。エルステッドは技術や実用的な応用は真に科学的な研究とは切り離されていなければならないと考えた。イマヌエル・カントの粒子説批判に強く影響され、 また、ヨハン・ビル・ヘルム・リッターとの友情と共同により、エルステッドは数学を通じ理解される、機械的原則の万物への拡張という構想を拒否する、ロマン主義自然哲学の支持者となった。エルステッドにとって、自然哲学の目的は、実用からは切り離された自律的な活動となることで、あり、人間自身と人間と自然との相互作用が、 自然哲学の焦点であるというロマン主義の心情を共有していた。ハーシェルの40フィート望遠鏡天文学者のウィリアム・ハーシェルと妹カロライン・ハーシェルは星々の研究に先進し、構成形、銀河、そして宇宙の意味に関する講習の考え方を変化させた。ハンフリー・デイビーはロマン主義と形容されうるイギリスの科学者のうち最も 重要な人物であった。デイビーが科学哲学と呼んだものについての見解は、ロマン主義で通用した原則が科学の分野に影響を及ぼした例の一つであった。デイビーは物質世界での原始的で単純で限られた数の減少の原因と観測された変化と基地の科学元素を強調した。これらは啓蒙主義の フィロソフであったアントワーヌ・ラボアジエによって発見されたものであった。ロマン主義の反、還元主義に沿って、デイビーは、それが、個々の構成要素ではなく、それらに結びつき、物質に特性を与える力であったと主張した。言い換えるなら、個々の元素が何であるかではなく、それらの元素が、どのように結合されるかで、化学反応が決まり、 それが科学という科学を完成させるのである。有機科学19世紀における有機科学の発達は、科学者たちにナトゥールフィロソフィーから派生した概念を受け入れ、ラボワジエにより推進された有機素生物の啓蒙主義的な概念を修正することを余儀なくした。中でも重要であったのは、 有機物の構造と合成に関する同時代の科学者たちの仕事であった。フランケンシュタイン1831年版の挿絵。セオドア・フォンホルストが科学者ではなく作家であるが、ロマン主義の重要な思想家にメアリー・シェリーがいる。シェリーの著名な小説、フランケンシュタインには、ロマン主義の鍵となるテーマであった反、還元主義と自然の操作という要素や、科学、 解剖学、自然哲学といった科学分野が含まれており、科学におけるロマン主義の重要な側面を伝えている。シェリーは科学に関する社会の役割と責任を強調し、その物語を通じて人間が自然を制御するよりも尊重するよう行動しなければ、科学は簡単に道をごゆるとするロマン主義の立場を支持した。 1840年代にオーギュストコントの実証主義が台頭し自然における科学の解釈と研究のための新しい哲学が提供されるようになるとロマン主義的な科学へのアプローチは衰退を迎えた。人々はもはや調和の理想に基づいて人間と自然との一体化を追求することはなくなり今日支配的となっている科学研究を流成させることになるより 精緻なアプローチが取られるようになったのである。ありがとうございます。